こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はコロナには負けないぞ、ロサンゼルスの今という話です。最近政府の方からですね、いろいろ COVID-19 に対して、いろいろ支援というものがあるんですけれども、それについて今日はね、紹介したいと思います。久々ですけどね、ロサンゼルス郡、今ね、どのような状況かということでね、まずはお知らせしたいと思いますが、やはりね、オミクロン株でかなり感染者っていうのは増えたようですね。死亡者もね、でも前回の時、そうですね、11月ぐらい、よりは少しは死亡者の数がね、少なくなっているような気がします。なかなか感染状況もあんまり改善しないんですが、一言言われているのはそろそろピークではないかというふうに、感じますね。だんだん緩和されていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ワクチン打っている方の数とかね、いろいろ情報を見ていると、そろそろピークアウトして、そうですね、4月ぐらいにはね、いい状況にならないかななんていう、あくまでも期待を持つわけですもん。なかなかね、うまくはいってくれないんじゃないかななんて、そんなふうに思っています。さてね、そんな状況の中でね、アメリカ政府からいろんなものがもらえるということなので、マスクをね、配っているということなので、これ N95 っていうのは医療者用のマスクですよね。で、結構制限されてて一般の人はしないでくださいなんて1年前ぐらいあったと思うんですが、今はこうやってね、配るような時みたいになったみたいですね。なんでね、これの方が不織布マスクよりは防げるという、これ CDC からのお達しなので、なんとか手に入れたいなということでね、ハウトゥーゲットフリー N95 マスクということで、調べてみました。このページもね、CBS 放送局のページですけどね、何かね、この中に、無料でいただけるものが、書かれているんだろうということで、ウェアというどこで来れるのって言ったら、見てるとね、ウォールグリーンとか CVS とかですね、サムズクラス、コストコですね、とかいろいろあるんですけれども、そこでどうやらね、簡単にもらえるんじゃないかなと。ただね、1人3枚までということなんで、何か証明書とか必要なのかなということで、その辺についてはね、よくね、このページからは読み取れなかったです。なんとかね、お店に行けばなんとかなるんだろうということでね、とりあえずね、このページに書かれていた一番上にありましたね、ウォールグリーンというね、これはファーマシーの会社ですね、ちょっと見てみましたら、この中にね、どこで配られてるか分かるっていうんで、我々がすぐ近くにね、このウォールグリーンがあるんですけれども、そこではね、配っていないということが分かりました。でね、どこが配ってるんだろうということで、このリストが見つけたんで、このウォールグリーンのね、ホームページから PDF の、情報があったので見てみると、A から始まって CA ってことですか、カリフォルニアのところを見たんですがね、この住所だけだとね、どこが近いかさっぱりわからないんですよね。で、結構一個一個こう調べていって、郵便番号の近いところから調べていったらね、近いところありました。コストコのすぐ近くにね、あるってことなんで、ちょっと隣道なんですが、コストコ行くついでにね、ちょっと寄ってみようということで、こちらの方でね、行くことに決めました。これがね、ウォールグリーンファーマシーということで、何かね、ちょっと薬っていうとこういうとこ行って買えるわけですよね。さてね、中に入ってみましたら、朝早いんで誰もいなかったんですけど、
場所が分かんなくてお店の人どこって言ったらね、目の前にあるじゃないかって言われましたね。どうやらね、ハネウェルという計測器の会社、まあ有機機名やってると思うんですが、そこの会社のね、まあ、N300 という、まあ、マスクがですね、ウォルグリーンではね、いただけるということが分かりました。なんかね、証明書がいるのかと言ったんですけど、もうそこにあるのかって、わしづかまいで持ってけっていう状況なんですよね。まあそんなわけでね、マスクはいただきまして、次はね、この COVID-19 のテスト、セルフテストですね。それもね、アメリカ政府の方からもらえるということなので、まあこれもね、どうやってもらえるかをね、調べてみます。これは US Today の新聞社のページですけどね。どうやってもらえるのかなと思ったら、あ、郵便局の方でもらえるんだってことが分かったんですね。で、郵便局で、まあこれは送ってくるということなので、郵便局行ってもらえるわけではないということが分かりました。で、郵便局のページにね、どうやってもらうのってことが書かれていたら、ここでですね、住所を入れて、郵便局から、まあ1週間後ぐらいかかるんですが、配達されるということが分かりました。でね、これはね、どうもね、一家に4つまでということのようですね。だもんですからね、まあ次住所入れるとまたもう全然無理なんだろうと思うんですけれども、まあそこでね、送っていただけるということが分かって、これにね、情報を入れて、まあ1週間ぐらい経ったらですね、確かに送られてきました。まあこれもね、まだね、一回もこういったテストしたことないんですよね。だからね、まあどんなものなのかっていうのちょっと興味あったんですけどね。そしたらね、このアイヘルスというところのものが4つ送られてきました。まあね、これもね、使ったことないんです。使い方はわかんないんですが、ニュースで見るかに、あるいはこのページで見るかにね、まあ鼻の奥に、バーンって言いながら、多分綿棒を入れて、それで、溶液につけて、そのチェッカーという、まあ、四角いマッチボックみたいなところに、まあ、垂らして15分待つと、まあかかってるかかかってないか判明するという、そういうもののようですね。まあね、使い方わかんなくてね、どうしようって使うのってちょっと娘に聞いたりしたんですよね。まあ自宅でできるよってことで、まあこれで結果が出ない限りはね、医者に行く必要なくて別の病気だからっていう、そんなような話だったようですね。お孫ちゃんたちもね、これで結構やって学校に行くようにしているみたいですね。でもね、結構1個9ドルもするんですね。そう見るとね、アメリカ政府すごいいろんなもんを無料で配っちゃってるな。財政大丈夫かなってちょっと余計な心配をしてしまいます。でね、まあ来たもんね、ちょっと開封してみますと、まあね、こんな茶布団みたいなのね、なんか3つドンって入ってましてね、開けてみると、ハネウェル社の、まあ、どちらかというとね、ちょっと簡易的な N95 マスク。まあそんなのがね、入っていました。まあね、私はね、これ N95 持ってるのに、実はね、塗装をする時の、まあ、ために買ったものなんですけどね。そしてね、これがね、セルフテストのものです。まあね、こんなような、箱で、一箱に2個入ってるということでね、まあこれにね、お世話になりたくないな、というふうな、そんなこんなのね、COVID-19 の状況でございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。